のサイズ。でもよかった、ちゃんと実体化してるね。ハレスと同じ方法が通用するか不安だったが、うまくいってよかったぜ。ルーシスカル、早速運び出せ。いやいや、さすがにデカすぎんだろ。どうする、あんなの盗めなくない？どうしたものかしら。なんだあいつは。ハレス、やはりこうなるか。ダメだよ君たち、勝手に入ってきちゃう。私の集めた願いどうしようっていうのかな。あ、君確かジョーカー君だよね。私のものになりに来てくれたのかな。やっぱりこれ盗もうって言うんだ。ヒイラギアリス、お前がやってきた悪事全てを見通した。強制的に人の願いを奪い貪り、傀儡のように従わせてきた。無茶な告白を強要し、何の罪もない男女をもてあそんだ。自分の店まで開いて詐欺みたいなことして貢がせてたろ。偽りの戒心を操り、人々の心を無残に踏みにじったこと、これ以上感化できません。あんたの歪んだ心、怪盗団が叩き直してあげる。高巻さん、とっても綺麗な人、あなたにはきっとわからない。私がどんな気持ちで生きてきたか。囚人であったことを言ってるの？どこでそれを。全部知ってる。あんたがいじめられてたことも、惨めな思いをしたことも。でも私は。ああ、そうなんだ、知ってるんだ。変われたと思っても、どこまでも過去が私を追ってくる。惨めだよ、本当に惨め。でももういいんだ、この力があれば何もかも手に入る。欲しかったもの全部。なんだこいつ、ウサギみたいな姿に化けやがった。これも不思議の国のアリスというわけね。さあ急がなきゃ、時間に遅れちゃうよ。私がみんなを素敵な場所に案内してあげる。素敵な場所？反応しなくていい、ソフィー。どうせあの世とか言うだけだ。アリス、あんたの目私が覚まさせるから。怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな。はあ、あんた何言ってんの。高巻さんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あなたのハートもらっちゃおう。ヒントもらうとか言ってんぞ。気をつけろジョーカー。手強いわね。ナビ、敵に弱点はない？待って、今解析中。弱点属性は火炎だ。あいつの性根ごと燃やしてやれ。アリス、あんたなんでこんなことを。罪のない人を巻き込んで。別に私は悪くない。みんなが勝手に私のことを好きになっちゃうだけ。それなら仕方ないよね。他の女には興味ないんだって。それはあんたが彼氏に使ってみんなの心を操ったんじゃない。全部知ってるの。でも高巻さんの怪盗だったなんて驚き。私の戒心とあなたの戒心、どっちが魅力的か勝負してみる。いいぞ、弱ってきてる。このまま倒してやる。何するの。俺も見習うとしよう。あとは俺が。ジョーカーの追撃がヒット。
して邪魔するの？せっかく私が幸せになり始めたのに、あなたたちも私を否定するの？あの女みたいに許せない。惨めなのは違う！なんか雰囲気が変わった。みんな気をつけて。なんだこいつ。雰囲気が変わった。早いぞ。あとは俺、みんなを仕置きしてあげる。まだ倒れないなんて。アリス、どうしてそこまで。高木さんには分からない。カリスマでバカにされて否定され続けるのがどんな気持ちか。自分がカースト上位だと思い込んでいる人ほど残酷なんだよ。いじめられて苦しんでる人がいても知らん顔して笑ってる。それだけで罪だよね。だから教えてあげるんだ。あなたたちなんてゴミ同然だって。お宅にすり寄ったって逃げられないの？裏切らせて絶望を与えてやるの。男の子はみんな私のことが好きになるんだから。私は間違ってないはず。どうして。アリス弱ってるぞ。あと一歩だ。みんな踏ん張れ。私を避け住んでた女たちに思い知らせる。男を見るのは私のものにして。それでアリスがやりたかったから。バカ言わないで。私は覚えてる。あんたが言ってたこと。